捏造とまでは言わないが、中国メディアのご都合主義には驚かされる。福山隆元陸進が海事情総部から聞いた話として、弾道ミサイルなどを考慮しなければ1週間で中国海軍を全滅させられると語ったと中国のテレビ局広東衛視が伝えた。中国のポータルサイトにも掲載されたほか、日本語にも訳されネットニュースとして配信。中国メディアの報道によれば、福山氏は日本が勝つ理由として自衛隊の方が練り度が高いことを挙げていたという。確かに香港紙明報の取材を受けてそのような発言はしました。でも昨年8月下旬のことで、11月上旬に一度記事になっている。なぜ今頃になって、しかも別の媒体が報じたのか私にも分かりません。今になっての挑発報道に当惑しているという。中国国民の間では日中戦争が不可避だという認識が高まっている。とか、中国が新造した空母の遼寧を脅威だとは思わないかといった質問をしてきた。内容がかなり挑戦的だったので、受けて立とうと思い、こちらもやり返すような回答をした。実際に流行ってみないとわからないと前置きしましたが、そこは切り取られたようですね。なぜ今さら昨年のインタビューを引っ張り出してきたのか。中国政府は勝利記念日の9月3日まではメディアを総動員して日本畑に終始する、共産党への求心力を高めるためです。その材料として福山氏の発言を引用して反日感情を煽っているのだと考えられます。情報統制されている中国では発言が古いニュースだということもわからないのかもしれない。